で傷跡を取ってる時に実は母が亡くなったんですよね。で亡くなるちょっと前にうちの母は大きな火傷、バーンね、火傷してって、うん、死にそうになって大きな火傷をしてて、その傷跡を、ね、取りたくてはなかなか取れなかったの。それが母が84歳の誕生日の日にね、取らせてって言って本当に素直に、素直あんま取らせたくなかった人だったのね、嫌がる人でもいいよって言って取ったのがまずはずなんですよ、うん、でもその10ヶ月後に彼女は亡くなってしまう、うん、だからまさかその時死ぬなと思ってなくて、だから、うん、なんか不思議なもんだなと思って、彼女だって自分が死ぬと思わないで病院に行ったら、やけどした時の血液輸血で C 型肝炎になってしまって、うん、肝臓がとっても悪くてね、うん、結局肝臓がんで亡くなったんですけれども、入院して2ヶ月で死んじゃった、うん、でその時 死ぬっていうのは全然分かってなくて、でも死んじゃったんでいっぱい残されたものがいっぱいあるわけ、彼女は。でもっと話をしたかったのにちょっとね、あっという間に亡くなってしまったんで話できないじゃん、うん、そうすると残されたものと話したわけで、タンスを開けると彼女の下着がいっぱい出てきたの。それも着てないようなね、下着いっぱい出てきて、あ、なんだこれはと思って、まあアンダーウェアって、下着って第二の皮膚って言われてるんですよ、うん、哲学的に一番体に近いところにね、あるから、そうか、母の皮膚がこんないっぱいあるんだなと思って、それでマザーズというシリーズを撮りました。残されたものは母の化粧品もいっぱいあって、ね、でやっぱり化粧品も撮りたいなと思って全部モノクロで撮ったんです、全て初めから、ね、それで口紅をプリントしてみたの、ね、そしたらなんかすごくさ汚いの、なんかこの赤がなんか薄汚くて、なんか見てたら、あ、これはダメだなと。でやっぱり素直にね、赤色は赤色で撮んなきゃいけないなと思って、本当に自然にカラーに映った。だからこの口紅のおかげです。で、ただあと、まあ、私この入れ歯が大好きで、物たち、残された物たちって結局本人にとっては大切なものじゃない、でも他人にとってはもうゴミと一緒だよねだからその物たちの悲しみみたいなものをちょっと感じたの、うん、このマザーズっていうのは。だって入れ歯入れる口がないんだもん、うん、かわいそうじゃない。で、ね、もうなんか口紅だって、ね、唇がないから使えないじゃん、うん、あ、物ってなんかかわいそうだなって実は思ったんですよ、うん、それは広島もあるし同じね。だからマザーズというのはいろんな意味で残されたものたちの、もうこれはまあ要するにそんな遺品として立派なものじゃないから捨てるしかない、うん、捨てるしかない運命のものたちって、今まで大切に本人が使ってたものがすぐゴミになってしまう、その瞬間みたいなものをちゃんと私は取ってあげようと思った、うん、それがマザーズなんですよ。で、まあ、会話しながらっていうより、ああ母がこういう下着をつけて、ね、で母の体型が残るわけ、うん、下着っていうのは。だから、まあ、さっき言ったように、まあ、皮膚、母の皮膚を取ってるような感じ、まあ、皮膚も取ってますけどね、これは皮膚はもう10ヶ月前に、まあ、たまたま取ったんですけれども、だそういうふうにして何か物たちの悲しみと残されたものの意味、うん、今まで本当に個人的にはとっても大切にしたものが、他の人が見たら別になんてことないけど、同じものは着れないし使えないから、でそういうこう物の価値観みたいなものを改めてこのマザーズというのはちょっと発見したような気がするもんね。
どう言ったらいいかな。やっぱ一番身近に、私にとってはね、やっぱ母って一番身近にいる同性なんですよ、女同士で。まあ彼女は私を産んだわけだけど、私は誰も産んでないんだよ。で、そういう意味で次の世代をこう作り上げる偉大なやっぱり母なんだよ、母って。でも産まない女だっているんだよみたいな感じで、私はそれを貫いたんだけど、まあ逆に、だから母ということがあまりにも重要視しすぎる。で、女という意味で母しか女じゃないみたいなね、部分も含めて、私はちょっとそれは抵抗があるの。母だから素晴らしいなんてあんまり思ってないんだ。それはそれで、ね、母は大切なものだけれども、なかなか対等になりきれないから、娘と母っていうのは。その悩みっていうのは私はすごくあって、だから多分このシリーズもできたんだと思うけど、そういうこう、私は母にとうとうならなかったっていうことは一つの覚悟だから、覚悟した時にそれはちょっと決めたことが、だからやっぱり母とうまくいかなかったのは当然当たり前だし、これからいろいろ話そうと思った矢先に死んでしまったんで、まあ、マザーズで一生懸命コミュニケーションを取ったつもりだったのね。で、ベネチアは半年ぐらいほら展示してんの。でも私ずっといるわけにいかないから3回行ったんですけど、3回目行った時になんか気持ちよさそうにこういるわけ、母の家たちが。で、まあ世界中の人が見てますよね。そうするとこの写真ね、たまたま行った時に見てた女性が本当に泣いてんだよ、マザーズを見ながら。でびっくりしちゃって、外国の人も日本人もあまり関係なく、母と娘と母っていうことの問題って、あ、なんか世界中一緒なのかなみたいな。それでなんかお母さんに初めて「ありがとう」「お母さん本当にありがとう」って初めて感謝した、ベネチアで。だから何かこう、残された者たちと、で、うちの母は恥ずかしがり屋さんだから、下着なんか見せたら嫌がるね、すごい、生きてたら絶対嫌がるさ。でも死んじゃったからねっつって。で、その中で写真がね、自立してったんですよ。私の母から離れていく、私の個人的な問題から離れていく、そういう経験をこの「マザーズ」というシリーズはちょっと、まあ、受けた。ベネチア、ビエンナーレという大きな舞台の中で、母、私の個人的な母の遺品からもっと大きな意味、もっともっと大きな、私じゃない誰のものでもいい、誰のものでもいい、全ての人の母かもしれない、というような形でこの「マザーズ」というシリーズはすごく私にとってはとっても、まあ、ある種のターニングポイントも含めながら、写真っていうことの意味を考えるとってもいいチャンスを与えてくれた。お母さん、本当感謝してます。